おはようございます。やっと遅くなりました。テレビがおかしい。さて今日今日はどうしようかな。この後ハヤトの ST が ST じゃない、今日は OT だ、OT がありますので、ちょっとサクッと読んで終わろうかなと思います。はい、絵本屋抱っこの寄付作品として昨日ね、出版ということでね、発表しました。僕の気持ちっていう絵本を読んでいきます。10分で終わるかな。すでにね、私の方で北海道きつ音失語症ネットワークさん、一緒にきつ音絵本というのをね、小学生この低学年ぐらいのお子さん向けに書いたんですけれども、まあ、それもね、見ていただいて、で、ダメでね、幼児向けの絵本を、きつ音理解につながるような絵本を作りたいということでね、ちょっともう少し前にお問い合わせいただいた、ものになります。でね、この作者の小山陽子さんは、群馬県のね、方で、まあ、療育関係、きつ音のあるお子さんと関わる仕事をされていらっしゃる方になりますね。で、あの前に作ったねえ聞いてのねところから、ねえ聞いてのね、もう私どっかにあるかな、出てこない、本があるかなと思ったけどなかったです。長井優子さんという方とね、ちょっとつながりがあって、そこから絵本屋抱っこを知っていただいて、でご連絡くださったというね経緯があります、ね、そんな絵本、その小山陽子さん先生のね、お子さんに対する気持ち、こんなことを伝えてあげたいな、ね、うまく喋れなくてね悩みになってしまうかもしれないけれども、私はちゃんとお話を聞くよとかね、そういう先生としてのあったかい気持ちなんかも詰まった作品になっています、ね。北海道きつ音失語症ネットワークさん監修ということで、既存当事者の方にもまたね意見をいただいて、ちょっといろいろ初期の段階からも結構変わってます。脚本を練り直して結構時間をかけてね、作ったものになります。絵は、きずなこさんのねイラスト描いてくださいました。はい、今日はこんな絵本を読んでいきます。僕の気持ち、僕の気持ち。保育園で好きな食べ物は何と先生に聞かれて、僕はぶどうと答えた。ぶどうね、先生も大好き。同じだねって先生は言った。嫌いな食べ物は何と聞かれたから、納豆と答えたら、どうやら先生は納豆が大好きらしい。先生が苦手なこととか嫌だなって思うことはあると聞いてきて、僕はちょっとだけあると正直に言ってみた。あのねってなっちゃう、ならない時もあるんだけどね。先生は僕の話を聞いて言った。そう、ならなかったり、あ、なったりならなかったりするんだ。ってなるの嫌だなって思っているんだね。ならなければいいのにって思うよね。教えてくれてありがとう。ってなることをどうしたらいいか一緒に考えていこうね。僕はあのねってなったり、あのねってなることがある。それが僕の悩みだ。僕の悩み、一体何者？先生教えて。先生が教えてくれたよ。悩みの正体は、きつ音。きつ音はね、なる子もいれば、ならない子もいる。どうしてきつ音になるのか。それは、世界中の研究者が調べているけれど、まだまだわからないことがいっぱいなんだ。でも分かっていることもあるよ。それはね、きつ音はあなたのせいでもないということ。きつ音はあなたの家族のせいでもないということ。僕みたいに悩みがある人たくさんいるんだって。目が見えない人、耳が聞こえない人、
歩くことができない人、他にも卵を食べることができない人、色の違いが分かりにくい人、心が傷つきやすい人、悩みっていろいろあるんだ。先生、あのね、この間のお当番の日、お昼ご飯のご挨拶をしたら、いただきますってなったんだ。急にみんなが僕の顔を見て笑ってた。やっぱり僕の話し方みんなと違うから、だから見たの。僕はとっても嫌だ。先生はずっと僕の話を聞いていた。そして嫌だったね、笑わないでほしいよね、みんなが見たら余計にドキドキしちゃうよねって言った。やっぱり僕ってなりたくないな。僕のせいじゃなくても家族のせいじゃなくても、なりたくないものはなりたくない。それが僕の気持ちだ。そうだよね。でもってなるのはね、あなたの話し方だから悪いことではないんだよ。そのままのあなたでいいんだよ。先生は僕のこと抱きしめてくれた。先生がクラスの友達に僕の吃音の話をした。そしてみんなにも苦手だな、嫌だなって思うことあるかなと聞いた。私はパパに食べ過ぎるから太るんだぞって言われてとっても嫌な気持ちになるの。僕はメガネをかけなきゃダメなんだ。メガネがないとあんまり見えないんだ。僕はみんなと同じ給食は食べられないから、みんなと同じもの食べたいなって思う時あるよ。僕もってなるよ。みんな悩みあるんだ。僕だけじゃないんだ。なんでかわからないけど、ちょっとほっとした。最後に大切な話をしますと先生は僕たちに言った。好きなこと、楽しいこと、嫌なこと、悲しいこと、いろいろな話を先生や周りの人に話してください。先生はみんなの話を聞きたいです。みんなのこと大好きだから、みんなのこと応援させてね。先生あのねってお話ししてくれてもいいよ。先生のエプロンちょんちょんって引っ張ってくれるだけでもいいのよ。先生は必ず何って聞くからね。先生、あのね。はい、おしまいです。はい、こんな絵本でした。いかがでしたでしょうか。この絵本、本当初期は、2本に分かれていて、それを1つにまとめたいなっていうのね、2つの話を1つの絵本にみたいな方向だったんですけれども、まあ、1つにまとめた方が作りやすやりやすいよねというのね、良さそうだねということで、2回ぐらいね、既存当事者の方を交えた話し合いというのもさせていただきまして、で結構大きな変わった部分っていうのがね、最初の表現だと既存は個性だよというようなね、書き方を最初表現をしていたんですけれども、で当事者の方にも見ていただいた時に、結構その個性という言葉がしっくりきていないと、なんか自分で言うのはいいんだけれども、人に言われた時にそれをなんかこう素直に受け止められないとかね、そこをなんか個性と言われるのはちょっとあんまり嬉しい気がしないとかね、いろんなご意見があったんですよね。でじゃあどんな言葉がしっくりくるかなというお話をした時に、それだったら悩みっていう言葉がしっくりくるかなというようなご意見があって、で実際に仕上がったね、再考をいただいた基本の中には、個性っていう言葉ではなくて悩みという表現に置き換えて、こんな感じの内容に仕上げていただきました。
先生のね本当に愛情が詰まった作品だなと思ってるので、で YouTube の方でうちの娘ひなが読み聞かせをしてくれていますので、よかったらそっちの読み聞かせの方も読んでいただければと思います。はい、そんなところで朝から見ていただきましてありがとうございます。めぐちゃんも訪問なの？ね、週に3回ぐらい訪問あるのでね掃除もしてない、やばいさあ準備をしますね、私は。はい、準備の前にさあ近くなってきましたのでね、一回このお話もしておきます。はい、読み聞かせコンサートのイベントね、11月30日土曜日の10時から、オンラインでも配信してますしね、リアルでご参加ください、くださいじゃないでご参加できる方はぜひね来ていただければと思いますね。事前申し込みいただくと似顔絵が当たるチャンスがありますのでね、インスタの発信とかね、YouTube の方も下の概要欄のところに申し込みリンクを入れてみていたりします。でそういうところからぜひご参加の方ね、お気軽に、参加いただければと思います。でそれに合わせて、同時開催のイラストコンテストの締め切りは11月24、あと1週間ぐらいになっちゃいましたね、今のところそんなに競争率高くないかなと思います。なんでね、商品もいろいろ当たりますんで、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。でご応募いただいたものはこちらでね印刷をかけて当日の会場の方にも掲示予定です。で当日、今のところ STB さんね取材に来てくださる予定ですので、もしかしたらねドサンコワイドの方でまたその作品とかも映る可能性もありますんでね、ぜひこの機会に挑戦してみていただければと思います。さあ、でいろんな投稿、インスタの方出してるんですけどね、今日発表した中でね、うちのイラストレーターさん、生姜寺ママさんでもある野田園恵さんという方がね、タンポって言ってこうポンポンって絵の具でこうポンポンして作るねやり方なんかもこう記事として出してくださってます、ね、そんなような内容のイラスト応募でも大丈夫です。ちゃんとこう絵になって描けていなくても、例えばいろんな色をガーッと塗り重ねただけとか、そんなんでも全然 OK です。お子さんのできるやり方 で重い障害があるんであれば、そういうタンポとかねちょっと制作に近いような状態の作品も受け付けていますので、ぜひお気軽にご応募ください。あと1週間です。はい、ぜひチャレンジしてみてください。というところで今日はね久々に春くんタイムじゃなかったので少しお話ができました。はい、それでは準備があるので今日はこの辺で終わります。皆さん見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。